ではここからは岩井が解説します。赤丸で囲ったところにピンホールがあるので拡大して観察してみます。内側に傷が多いため内側からの突き刺しと考えます。続いて袋中央部に開いているピンホールです。なんと3個もピンホールが確認できました。こちらも内側に傷が多く内側からの突き刺しと考えます。